早く来い、クラウド。ミッドガルハイウェイから中継です。ご覧いただけますでしょうか。ビルが完全に倒壊し、道路が崩落しております。複数の建物から煙が立ち上り、火の手が上がっているのが確認できます。現在、ミッドガルはかつてない危機にさらされています。 マコーロ爆破事件、7番プレート崩壊に続き、ミッドガルハイウェイに突如発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。ドミノ市長と市当局は、シンナーカンパニーの助言を得て、この竜巻は反シンナー勢力アバランチによる未知の兵器を使った攻撃であるという見解を発表しました。 現在、ミッドガルはかつてない危機にさらされています。マコーロ爆破事件、7番プレート、7番プレート崩壊に続き、ミッドガル発生した竜巻が0番街から2番街に至る区画に甚大な被害をもたらしました。立て続けにいろいろ起こりすぎるよな。引き続き現場から生中継でお送りします。現在も倒壊したハイウェイでは、シンナ軍によって捜索が進められています。 行方不明者1名、元ソルジャー、大型の巨大バスターソードを所持、逃亡の恐れあり。繰り返す、逃亡犯は元ソルジャー、バスターソードを所持。おい、あそこ、あれは救助された方でしょうか。まずい、あっち向けて。 見てて、俺の友達、魔法中毒。<笑>ちょっと、エアリス。<笑><笑>
スタートだ。アランチめ。おしまい。さて、聞かせてもらおうか。お前さんとセフィロスの因縁をよ。ティファ、全部話すぞ。うん、私は大丈夫。5年前、俺は16歳だった。もうソルジャーにはあまり出番がなくて、あっても気の乗らない任務が多かった。そんな中、命令が下ったんだ。英雄セフィロスが一緒で、俺ははしゃいでいた。すごい雨だな。おい、気分はどうだ？大丈夫。辛そうだな。俺、乗り物酔いなんて経験ないから分からなくて。準備は OK？ OK、OK。仕事を教えてくれよ。またタークスみたいな仕事だったらやってられないからな。お、せっかくファーストになったのに、休戦協定で戦争は事実上の終結。俺は活躍の舞台を奪われたんだ。あんたみたいな英雄になりたいのにさ。この任務は老朽化した魔航路の調査。
残念ながらタークス案件に近い。まあいいや、仕事があるだけマシだな。現場はどこ？ニブルヘイム。ニブルヘイムは俺の故郷だ。おっと、進行方向にモンスターです。行くぞ。セフィロスの強さは別格だった。ニブルヘイムといや、世界初の魔航路があるところだな。うん、5年前の9月、魔航路の様子がおかしいって大人たちが騒ぎ出して、見たことのなかったモンスターが村の近くで目撃されて、それが始まり。村は自警団を作ったが手に負えず、シンラに事態の収拾を依頼した。そこに派遣されたのが俺たちだった。久しぶりの故郷なんだろう。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は。ちょっと待て、ジェノバってシンラビルのあれか。ああ、でも後で話す。俺は何を話してるんだ。さあ行こうか。お待ちしておりました。私は村長のゾンだ。しかしなんと、まあ英雄セフィロスが来てくださるとは。では早速こちらへ。日暮れまで好きに過ごすといい。3度目のお見学。
長旅だったのに元気だね、ソルジャーは。こちら、異常なし。緊張する。皆さん、落ち着いて。なんとなくグラグラした。はーい、よくできました。心の揺れ。じゃあ少し休憩。懐かしいな。伸ばし足りないところが。異常なしでありますよ。では始めましょう。弾丸体操。給水塔登ったんだ。2年ぶりの故郷だったからな。やっぱり懐かしかった。そっか。
かっこよかった。久しぶりに。モンスターやだ、クラウド君じゃないの。神羅のソルジャーだ。あんた。私はザンガ。子供たちに武術を教えながら東へ西へあちこち旅をしている。まだ細いな。もっと食べなさい。ほっといてくれ。君も弟子にならんか。いやだ。君と同世代の弟子が大勢いるぞ。その数128人。この村ではティファという子に稽古をつけて。知っているかな、ティーファ。ああ。あの子はセンスがいい。強くなるぞ。まさか。まさか？クラウド、見る目ないね。5年前だぞ。神羅流の戦いぶり、しっかり見せてもらうよ。いらっしゃい。本日は神羅カンパニーさんの貸し切りですよ。2階の部屋を。あ、クラウドちゃんなの？2年ぶりじゃない。なんだか立派になっちゃって。都会の人たちって素敵ね。村の人たちとは大違い。何か手伝えることがあったら言ってくれ。え？私の家にも行ったの？俺の実家だ。事件とは関係ない。でもよ、興味あるぜ。私も。うん、聞きたいな。親父は俺が子供の頃に死んだ。だから母さんは一人で住んでいた。顔を見たのはほとんど2年ぶりだった。あれが最後になった。ん？はーい。あ、嘘、クラウドなの？ただいま。帰りなさい。どれどれ、晴れ姿よく見せておくれ。惚れ惚れするね。
これがソルジャーさんの制服なのかい？本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。ちゃんとご飯は食べてるのかい？ねえクラウド。でもねえクラウド。そうだろうクラウド。母さんはね、いつだってあんたの。もうやめよう。なんだよ、お前らお隣さんじゃねえか。そうだけど、あまり行き来はなかったよね。いろいろあったから。やらかしたなクラウド。いやはや英雄を迎えられるなんて死ぬまで自慢できるよ。私の家にも行ったの？ティファがいると思って。猫飼ってたんだ。名前はマルだったな。そう、よく家出する子でね、あの日もいなくて。私の部屋も？ああ。クラウド、それ本当？そういう冗談好きじゃないな。うん、笑えない。時代は変わったぜクラウド。クラウド、それ本当？後には引けなかった。クラウド最低。ピアノ弾いたの？
ピアノ弾けたんだね。すごい。今度聞かせてね。へえ、意外な特技だぜ。気づかなかったけど、今になって思えば村に着いた時からセフィロスの様子は変だったかもしれない。何を見ている？この風景。え？俺は知ってるような気がする。セフィロス。マコーロへの出発は明朝早くに決まった。そろそろ休んでおけ。ああ、そうする。おやすみ。その夜はなかなか眠れなかった。緊張と不安と興奮。実は私も。どうして？ティファニーは驚かされたな。ニブル山の事故を忘れたのか。昔のことじゃないか。彼女はもう立派な大人だよ。ガイドが来たら出発だ。了解。おいおい、セフィロス、聞いてくれ。ガイドはやっぱり私が行こう。いくら本人の。パパ。ティファ、まだ間に合う。辞退しなさい。その話はもうおしまい。強いソルジャーが二人もいるんだから大丈夫。ティファ。おはようございます。よろしくお願いします。ティファ。ティファがガイドなのか。そういうこと。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。危険すぎる。お前が守ってやれば問題はなかろう。行くぞ。セフィロス、記念に1枚。出発だ。ティファちゃん。セフィロスさん、お願いします。俺からも頼むよ。俺の顔を立ててくれよ。あそこ。ありがとう。撮ります。ずいぶん楽しそうじゃねえか。もう一枚。そうだね。あ、もうじゃあこの時はね。マコーロはニブル山の中腹にある。寒々とした山の空気が懐かしかった。
イブル山は最初のマコーロが建てられた場所として、その頃は有名だったそうです。マコーロのある土地はどこも似たような風景だが、ここは独特だな。見ていて飽きない。毎日だと飽きるよ。いいな、ソルジャーはいろんなところに旅ができて。旅か、そんないいものじゃない、ただの移動だ。でも刺激的ではある。いいな。当たり前だ、ティファこそ先に行き過ぎ。だって急ぐんでしょ。そうだけど無理しなくていいよ。無理なんかしてませんよ、私鍛えてますから。へえ、そりゃ頼もしいな。村の近くにも出るようになったの。どうしよう。俺の出番だな。よし、任せよ。了解。この辺りのモンスターはお前だけで対応できそうだな。ああ、そんな感じだな。セフィロス、休んでなよ。そうさせてもらおう。やっ
どこへ行く？一気に叩き込む。走ればすぐだ。予想よりもモンスターが多い。急げば守りがおろそかになる。じゃあ俺が先に行ってモンスターを掃除しておくよ。平気平気、任せる。そんじゃ上で合流な。
っちは行き止まりなの。落石で橋が崩れちゃって。だから戻ってきて。了解。神羅の土地を抜けるの。お前がいるからガイドは不要。最初はそう言って断ったが、考え直して正解だったようだ。頼むぞ。よし。魔鋼ガスだ。この山は今でも魔鋼が豊富らしい。危険だから吸いすぎる。魔鋼中毒はごめんだもんな。
行こう。一気に抜ければいい。あ、ガイドは私。あいつの運に期待しよう。案内はできるか？はい。川沿いを下流に行けば村です。俺たちには任務がある。マコールまで行けるか？ごめんなさい、わかりません。そうか。だが一人で返すわけにはいかない。一緒に来てもらおう。はい。ここからは俺も前に出る。隣で見せてもらうぞ。さて？さあ。
うわっ、ここも魔鋼ガス。来い、くれぐれも気をつけ。よし、いいだ。魔鋼の泉だ。綺麗だな。でも魔鋼エネルギーを使い続けたらこの泉はなくなっちゃうんだよね。誰だよそんなこと言ってるの。パパ、あと村長も言ってるよ。星は大きく、魔鋼は無限な。天然のマテリアだ。マテリアは魔鋼エネルギーが凝縮されたもの。自然の状態でここまでになるには一体どれほどの時間がかかることか。なあ、マテリアがあるとどうして魔法を使えるんだ。お前は本当にソルジャーなのか。マテリアの中には古代種の知識が封じ込められている。星の力を自在に操る知識、その知識が星と我々を結び魔法を呼び出すと言われている。魔法、不思議な力だな。不思議な力なんて非科学的な言い方は許さん。魔法なんて呼び方もダメだ。そう言って怒った男がいてな。誰？科学部門の北条だ。偉大な科学者の仕事を引き継いだ凡人。劣等感の塊だ。さあ、行くぞ。
えろ。離れていろ。巻き込まれるな。もろいだ。こっち。
好みの展開だな。そう
テリアの守り手だ。盗む気なんてないけど切腹してみろ。受けてみろ。動くなよ。当たる。違う技も試しにしっかりガードしていかないと。技をうまく使え。一人で十分だ。まずいかも。世話がなければ。もらう。守りがおろそかだぞ。自力が課長になっているぞ。そろそろ本気出してくか。守備を怠るな。頼んだ。セフィロス、よろしく。任せた。離れていろ。決してくそ。またかよ。何をしている。合わせろ。終わりか。撃ち落とすまでだ。剣だけじゃないってとこ見せてやる。燃え上がれ。見とけって。まず足をやろう。足だ。やつを落とす。
ござる。よくやった。おいおい待てよ、さっきから聞いてればよ、セフィロスは随分とご立派でいいやつに聞こえるじゃねえか。実際その通りだった。星の敵じゃねえか、悪の塊だろうが。もっと憎くて憎くて怒りが爆発しそうな話をくれよ。ああそうだな。ティファはここにいてくれ。そんな、私も中へ行く、見たい。一般人立ち入り禁止だ、今日は特にな。でもお嬢さんを守ってやりな。じゃ、守ってね。地方の旧式マコーロは定率運用に切り替えたはずだから。村の人たち稼働中だってこと知らないよな。死んだらしいやり方だ。そういうところ直した方がいいのに。プレジデントに言ってやれ。異常動作って何だと。マコーロは本来都市開発部門の管轄だが、ここは科学部門に貸し出されている。あすごく嫌な予感がする。ここで見たことは他言無用だ。分かってるよ。剣に祈るなら今のうちだ。やったな。
だここは。ジェノバ。ジェノバって、ポッドから漏れ続けるエアが異常動作の原因だ。クラウド、外のバルブを閉じてこい。了解。セフィロス、ここにあるのは人工マテリアの生成装置だ。だが宝条はこの中に動物を入れ、魔法とともに凝縮した。それが新種のモンスターの正体だ。そして宝条が装置に入れたのは動物だけではない。中を見ろ。別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか。そして俺たちは村へ戻った。でもセフィロスは部屋にこもってしまった。その夜はね、ソルジャーたちと食事会だって村長が楽しみにしてたの。それが中止になったからパパにぐちぐち言ってた。なことよりセフィロスはその後どうした？夜のうちに宿から姿を消した。
セフィロスが死んだ屋敷の方へ行ったぞ。声をかけたのに無視してな。プレイにも程がある。死んだ屋敷にこもってるらしい。魔航路から帰ったから様子がおかしいみたいだ。魔航を吸いすぎたんじゃないか。よし、薬を届けに行くぞ。一番大きな建物で、魔航路より古くからあるの。シンラカンパニーがまだ小さかった頃の研究施設だったんだって。その地代が村の重要な収入だったみたい。ここまで来たけど、どうする。お屋敷の中、真っ暗だぞ。寝てるのかもしれないな。取れてたらどうすんだよ。だが、英雄セフィロスはそんな山じゃないだろう。セフィロスの姿はなかった。地下室があったんだね。ああ、俺もあの時まで知らなかった。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士はジェノバと命名した。ムエギル、1977年7月7日、ジェノバを古代種と確認。ムエギル、1977年9月13日、ジェノバプロジェクト承認。その生物をジェノバと命名。ジェノバを古代種と確認。ジェノバプロジェクト承認。セフィロス、何してるんだ。一人にしてくれ。
それからセフィロスは地下室にこもりきりになって、何かに取りつかれたみたいに資料を読んでいた。ジェノバ、マコーロの開かずの扉、セフィロスのお母さんの名前、古代種。ああもう考えてたって仕方ないよな、セフィロスと話さなくちゃ。クラウド、実に興味深い記録だ。2000年前の地層から発見されたその人は、優美な微笑みをたたえているように見えた。やがて私はその人こそが太古の時を生きたという伝説の古代種だと気づいたのだ。私はその人をジェノバと命名した。やがてジェノバプロジェクトが始まった。プロジェクトの目的は古代種の再生、そして俺が作り出されたジェノバプロジェクトの責任者、天才科学者ガスト博士が俺を作り出したんだ。作り出したって、あの時俺が早く意識を取り戻していれば。もしそうだったら村を守れたかもしれない。いや、どうかな。母さん。
長、本当にセフィロスさんが。ああ、セフィロスがやったんだ。きっとまだ近くにいる。そんな、しっかりしろ。お前たちは退路の確保だ。はい。セフィロス、そんな、まさか。
ビローズ。俺はセフィロスを追ってマコーロへと向かった。私はパパと避難してたの。でもパパはセフィロスと話そうとして追いかけて。母さん、会いに来たよ。この扉を開けておくれ。よくもパパを、よくも村のみんなを。母さん、俺だよ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいことを考えたんだ。約束の地へ行こう。セフィロス！母さん、また奴らが来たよ。母さんからこの星を奪った。あいつらがもう悲しまないで、母さん。これからは俺が一緒だからね。
よくも母さんも、よくもティファを、村を、故郷を。俺は選ばれし、やがて星の支配者となる。信頼していたのに、いや、お前はもう俺の知っているセミロスじゃない！俺の記憶はここで終わりだ。あとは覚えていない。おい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 、英雄セフィロス訓練中に行方不明。そんなニュースお母さんと見たよ。そして何日か後に実は戦死だったって発表されたよね。うん、そうそう。ニュースを作ってるのは神羅だ。やつらやり放題だからな。信じる方がどうかしてる。はいはい、私信じてましたけど。あれだ、とにかく信羅が全部悪いってこと。5年前の真実はともかく、俺たちはミッドガルでセフィロスと戦ってきた。あいつは生きている。生きているっていうか、いる。どうして今になって現れたんだろう。5年間何をしていたのかな。セフィロスはあの日の続きを始めたんだ。ジェノバと共にこの星を取り戻して支配者になるとかいう計画の続きを。5年ぶりに。ごめんね、しつこくて。でも気になって。ジェノバってのもよくわかんねえな。ごめん、こうや慣れてなくて疲れちゃった。背中ガチガチ。ちょっと触らせて。大変。でもなんとかできるかも。部屋行こ。今日はこの辺にしとくか。結局セフィロスが何してたかなんて俺たちに分かるはずねえしな。寝ちゃった？ううん、ギリギリ。クラウド、この5年間どこで何をしてたのかな。それ私に聞く？何でも知ってるのかなって。知ってたんだと思う。でも取られちゃった。消されちゃった。フィーラーに。多分私も取られたのかな。何を。私の記憶では
5年前クラウドはニブルヘイムに来なかったの。クラウド、起きてる？ごめん、寝てた？いや、何かあったのか？ううん、でもクラウドに聞きたいことがあって。少し話さない？ああ。じゃあ場所変えようか。こっちこっち。ティファは俺が殺したはずだ。ならばあれは誰だ？まったく油断も隙もないな。顔色が優れないようですね。戦場の古傷でも痛みますか？実は私も死んだ上がりでしてね。今はしがない宿屋ですが、たまに古傷が痛むんです。ミッドガル、あっちかな。あのね、俺も聞きたいことがある。どうぞ。5年前、あの日魔鉱炉の中で俺はティファを見た。深い傷から血が流れ出して、もう手遅れだと思った。うん。あ、それって私を疑ってるの？あの時とは別人じゃないかって。こんな風に疑われるなんて思ってもいなかった。ねえ、見て、ほら、あの時の傷。
魔鉱炉で私を助けてくれたのはザンガン先生だった。先生は私を抱えて命がけで川を下った。運ばれた先のお医者さんは徹夜で手術。看護師さんたちはずっと私を見ていてくれた。そういう人たちのおかげで私は生き延びたの。クラウドはどうなの？村を出てから何をしてたの？この5年間は？秘密の多い仕事なんだ。そうでしょうね。ごめん、部屋に戻るね。私たち幼なじみっていうほど仲良しじゃなかったよね。かもな。再会が嬉しくてはしゃぎすぎたかな。揉めたのか？いや、これ以上問題は抱え込みたくねえ。いいな。寝る。夜は必ず明けるさ。